蒸気大衆議者有限講師は1984年に設立されたフォルクスワーゲングループと蒸気集団の合弁会社である。中華人民共和国上海市北西部安定鎮の上海国際記者場に本社を構える。合弁会社の出資比率は蒸気集団が50%、フォルクスワーゲンエジンは40%、大衆議社投資有限講師10%である。 45年間の期間限定の合弁事業であり、2030年まで存続する。蒸気大衆はフォルクスワーゲン及びシュコダブランドの車種を製造している。1984年にフォルクスワーゲンと上海技者集団との合弁会社として、上海大衆技者有限講師が設立された。VW は十五年間上海で乗用車を製造する胸の契約を交わし、 また50%の外資規制を受けた。上海 VW は1985年に自動車製造を開始した。1990年に輸入車が約3万4000台に減少したとき、上海 VW のサンタナの製造は同年には19000台近くに達しようとした。1993年、上海 VW の出荷は10万台に到達した。 VW はエンジンのサイズにおける数々の制限や市内タクシー会社へのインセンティブなどいくつかの上海の自治体の支援を受けた。VW はまた海外の部品サプライヤーに中国で合弁事業を立ち上げることを促し、そのことは1993年に上海 VW の国内調達率を85%に到達させるのに一役買った。 上海 VW は2009年におよそ70万台の車を製造した。2015年12月11日、上海大衆記者は長期大衆記者に社名変更した。ありがとうございます。